ライフが。砂漠には人が暮らす集落。休息できればいいんですが。とりあえず集落行ってみましょうね。あ、盗賊の縄張りのようです。ライトさん歓迎しないかもしれません。むしろ挨拶しておくか。連中、こちらの動きをよく見ている。つかず離れずで追ってくる。なんかいる？砂漠に着いた時から盗賊に監視されていたらしいですね。好きにさせておくさ。いずれ会う。使ってみましょう。あ、砂嵐が弱くなって進めるようになった。ライトさん、あと少しで盗賊の集落です。道案内の看板でルートを確かめていきましょう。明らかに人が作った感じ。おっと、早かったな。どっちだっけ？クエストじゃない。あ、もう着いたんだね、一応ね。で、行くべきはこの、ここかな？オアシスで尽くしたいところですが、警戒を怠らないでください。集落の住人は多分全員盗賊です。身ぐるみ剥ぎに来るかもな。それならそれでこう。自分を餌に情報収集ですか。盗賊と燃え継ぐ巨獣の墓場にある砂嵐の奥に怪物が潜んでいる。友達の嫁さんがそいつに襲われた。これは倒す、あれかな、倒せばいいのかな。ゴミ捨て注意。境に古代のポンコツが捨てられている。ガラクタを何でもかんでもあそこに捨てないこと。このアドニスって人がオサなのかな。オサっていうか盗賊団のリーダーなのかな。団長。私は見たんだ。名城氏が滝者、この世ならぬ幻覚。大東大に近い砂嵐の中心で踊り狂っていた。そいつの姿は、ああ、救いたまえ神よ。体はサボテンなのに神が、神が。そうか、サボテンだと戦うんだな。サボテンダーの究極系ジャボテンダーは強いからな。旅人なんて盗賊団の町だったんだが。長年砂漠の遺跡を調査しているのですが、石板なるものの謎に阻まれて完全に行き詰まっており。なんか謎解きやらされる感じなのか。値段交渉は起こ。あ、さっきのトバイさん。フェニを一個買っとく。あ、いいか。またポーション補充しておきましょう。 OK。 不満そうな顔だな。結構な品揃えだな。なんとでも言え。注文の多い旅人に用はね。文句があるなら他は当たりな。ああ、そうするさ。商人はお前だけじゃない。残念ながら俺の知ってる限り砂漠の店はここだけだ。仲間ならもう一人いるにはいるが、腰抜け野郎でな。その商人に何があった？あいつはレイモンは砂漠に夢をかけてた。遺跡に挑む冒険者相手の商売で人を上げるんだって意気込んでたが、夢破れて落ちぶれたのさ。商売敵が潰れたのはお前にとっては得だったな。うるせえ、あんたに何がわかる。落ち着け。そこまで興奮する事情でもあるのか。でもねえよ。そうとも、あんたの言う通りさ。レイモンの野郎がふぬけたおかげで俺の商売もやりやすいってもんさ。なんならレイモンに話を聞いてみな。あいつは巨人の砂場にある遺跡のそばのバラックにいるぜ。なんだか変な人ですが、他の商人がいなければアイテムの補給は彼に頼るしかなさそうですね。レイモンという商人に何があったのか調べてみますか。仕掛けたんだな、この黒いが。勝手に名前変えちゃうけど。なんだ、旅人か。アドニスに挨拶ね。君は救世医の西方捜索隊はここの盗賊団のライバルだ。
遺跡の封印を解かないと。封印を解くのはライトさんになりそうですね。シードハンターかい？砂漠の夜。おう。HP を少し回復します。完全に回復します。あ、300でもだいぶ回復できるね。あれ、この人、この人、あ、歌ってる人マスターか。じゃあアドニスさんに会いましょう。あんたどこから来たんだい？違うと言って。どっちにしろ情報はやらないよ。よそ者はさっさと出て行きな。下っ端と話しても拉致が開かないな。狩猟に合わせろって言うなら口の聞き方に気をつけな。それは悪い。あなた方の狩猟にぜひともお目にかかりたい。外の人間に協力はしない。自分で探しな。上品な場所ではないのは確かだな。うさんくさい連中の根城、いわばマクツだ。ライトさんが綺麗だから嫉妬してるんだ。いらっしゃいませ。ここは宿屋か。まだ宿屋使ったことねえな。そっか、時間はあれできるんだね。調整できるんだ。トレジャーボックスがどっかにある音がしてるんだけど、わかんねえんだよな。人いる？緑色の点はあるけど人がいないな。この人、この人どこにいる？あれ？いないよね。人じゃないのかな？物なのかな？上にいる説か。いやあ、この集落を訪れるのは初めてのようだね。好都合だ。ちょうど探していた。質問が決まっているとは準備がいいね。砂漠に眠るという製法、お前も盗賊なら詳しいだろう。うん、俺が何者なのかは分かってるってことか。お前に話す必要はあるのか？全然ないね。まだ仲間でも何でもない。君は何も言わなくていいし、製法について知りたかったら我々モノキュラスの一員になっていただく。つまり盗賊になれってこと。入団審査を受けてもらうよ。それが嫌なら回れ右して帰るんだな。というわけで俺はアドニス。盗賊になる審査を受ける心の準備ができたらいいな。審査についてご説明しよう。製法を探すには盗賊団に入るしかなさそうですね。集落にいるアドニスに声をかけて入団審査を受けましょう。盗賊団は何年もかけて遺跡を探索してきました。彼らの協力があって初めて製法に近づけると思います。入るのは確定なんですね。ああ、バカな。何をしている？ケデーネエンゲーネエメーをヘセテレカマはナナをサタラ。ホープ、通訳を頼む。一種の暗号のようです。解読しようにも情報が足りないですね。普通には話できるしできるさ。悪いが宝の情報ならないよ。残念だな。宝を探す気もないのにこんな砂漠で暮らすなんて、よほどの物好きだな。へってえて、もうすぐ世界の終わりが来るんだ。今さら何を研究しても無意味じゃないか。だから何もせずにただ週末を待っているのか。有意義な過ごし方だな。退屈に決まってるじゃないか。でも何をしても虚しいだけなんだ。僕がいくら古代の謎を研究しても盗賊たちは無関心だ。だらまあ分かったからなんだ。誰かが褒めてくれないと何もする気になれないんだな。誰だってそうじゃないか。だから僕はもう意地でも何もしないんだ。研究の道具だって砂漠に捨てた。もし見つけたらあんたにくれてやるよ。ああ、見つけ出してやろう。お前のようなガキに捨てられた道具の方がかわいそうだ。決定ですね。砂漠は広いですよ。
が捨てた道具発見できると思いますか？これサブクエまさか。あ、そうなんだサイドなんだ。ああ言った以上見つけないと格好がつかないな。今何時？22時か。2時間であれできるかな。終わるかな。モノキュラスの入団審査やってみますか。あのまだ最初の街の方でね、0時以降からやんなきゃいけないやつがあるんですよね。決意したみたいだね。では審査の概要をご説明しよう。砂漠の巨大な砂嵐を見たよな。あの嵐のせいであれこれ不便で困ってるんでな。君の力で砂嵐を止めていただきたい。嵐を止めろとはな。これは巫女や祈祷師の審査か。最後まで聞きな例の嵐は自然現象じゃない。神の怒りとかいう、まあ一種の妖術だ。近くにある石碑の力を発動できれば術は解けて砂嵐は消えるという。そこまで知っているなら自分で嵐を収めたらどうだ。普通の人間には絶対無理さ、俺も含めてな。そんじゃせいぜい頑張ってくれ。神の怒りの石碑のそばに魔物がいる。魔物を倒して石碑を発動する鍵を手に入れな。そうか、盗賊団の審査にパスするには魔物を倒して鍵を取り戻し石碑を発動して神の怒りを止める。アドニスの話では普通の人間には絶対無理らしいが。ええ、彼自身にもできないと言ってましたね。ひどい審査です。解放者ならなんとかなるといいんですけど。ナイトさんは戦えるって思ったんでしょうね。軍人っぽいなみたいな、強そうだなみたいな。こいつは何だ、強そう。なんだか勝つだけだ。アースイーター。あー、 FF10 ではこんな見た目のやつがチョコも食ってたな。耐久半端ねえ。21万。これは多分勝てねえだろうな今は。やめとこう。逃げる手法を忘れたどうすんだっけ逃げるって。スタートじゃない。あ、無駄に使っちゃったよグローリーポイント。注意してください。あ、使ってなかった。脱出できましたが周りの世界は1時間が経過しています。逃げるとねビャって増えちゃうんだよね時間が。まああとちょっとで0時になるんで最初の街に戻ります。鑑定ルーペ。発掘品を調べる拡大鏡だな。だいぶ使い込まれた。持ち主が大切に愛用していた道具のようですね。鑑定士のエルマーが捨てた道具かもしれません。盗賊の集落に寄った時にでも彼に見せてみましょうか。もう見つけちゃったの早いよ見つけるの。こっちは何もねえのかな。まあ探索だけしてって感じですかね。あ、むしろこっちに来るべきなのか。なんかあるかな。あ、なんかある。一瞬遊園地かと思ったけど違うな。お、すげえ。あんな近くに星が。感動しそうだよね実際あんなの見たらさ。輪っかだよ輪っか。お、ゼロになったね。よし、じゃあ行っちゃおうか。一旦ルクセリオに戻りましょう。行くべき北でいいかな。